セパルトゥラは、ブラジル出身のヘビメタルバンド。南米のロックアーティストとして、世界的な成功を収めたグループの一つ。バンドは、カバレラ兄弟が主導した時代と、現行の二つの木に分かれる。若き日のマックス・カバレライゴール・カバレラ2006年1984年、マックスとイゴールのカバレラ兄弟を中心として、ミナス・ジェライス州ベロオリゾンテで結成。 翌1985年にワグナーがサルコファーゴ結成のためだったいパウロジュニアとジャイロガウデスが加入しマックスがボーカルを兼任。同年オーバードーズとのスプリットアルバムでレコードデビューを果たした。1986年にはバンド名義でのフルアルバムモービットビジョンを発表する。同作は翌年にはドイツのレーベルシャークを通じて ヨーロッパでも発売された。2枚目のアルバムを発表した後の1987年にジャイロが脱退。公認としてマックスのローディを務めていたアンドレアス・キッサーが加入した。ブラジルで活動していた当時はブラックメタル色の強いサウンドであったがロードランナーレコードと契約しアメリカに本拠地を移す中で洗練されたスラッシュメタルスタイルに変遷。 その音楽性は1991年のアライズで頂点に達した。バンドは同アルバムで全英アルバムチャートのトップ40入りを果たし、アメリカのビルボード200でも初のチャートインを果たして119位に達した。折からのポストスラッシュグルーブメタルムーブメントの中で発表したケイオスエディは母国ブラジルの民族音楽の楽器やリズムを取り入れた重みのあるサウンドで、 ビルボードチャートのトップ40に入る。続く、ルーツでは、マイク・パットンやコーンのジョナサン・デイビスと共演する、一方で、ブラジル人ミュージシャンやブラジル先住民族とも共演して、ブラジル伝統音楽の色を強く打ち出した。しかし、1996年にイギリスで開催された、モンスターズ・オブ・ロックのステージに立つ直前、息子が急死したことを知らされたマックスが、 妻でありバンドのマネージャーでもあるグロリアと共に会場を去ってしまう。土壇場でボーカリストを失ったバンドは3人編成でステージに立つことを余儀なくされた。この出来事がきっかけとなりマックスはバンドを脱退した。ドレッドヘアー時代のデリック2009年1997年、バンドは新ボーカリストにデリック・グリーンを迎え、翌1998年にアルバム。 アゲインストを発表。同アルバム収録曲、かまいたちでは、日本のは太鼓集団鼓動と共演した。2002年、バンドは、ロードランナーレコードから離れ、新たに、ドイツの SPV や日本のビクターエンターテインメントと契約。同年には全曲ともカバーの EP、レボルソングスをブラジルでリリース。2003年には、SPV からアルバム、ロアーバックをリリースした。 2006年、10作目となるアルバム、ダンテッド t 1発表後、イゴールが脱退。バンドは公認に基うドラのジーンドラベラを加えて、活動を続ける。2008年には、母国ブラジルで放映された、フォルクスワーゲンのテレビ CM に出演した。2009年には、時計仕掛けのオレンジにインスパイアされたアルバム、エーレックスを発表した。2010年、 バンドは新たに大手レーベル、ニュークリア・ブラストと契約して、2011年には、遺跡第一弾、アルバム、カイロスを発表。同年ジーンが脱退。後任は、元アンドレ・マトスのエロイ、カサグランデ。セパルトゥラ2013年、コンセプトアルバムとなるサーティーンス、ザ・メデ i a t o r Between h ズ、マスト・ビー・ h a n ト s m をリリース。2016年には、 アンドレアス・キッサーが地元ブラジル開催のパラリンピック閉会式でプレー。2017年、14th アルバムマシン・メサイアをリリース。翌2018年には17年ぶりの来日公演を開催。バンド名のセパルトラとは彼らの母国語であるポルトガル語で墓を意味する。モーターヘッドのアルバムアナザーパーフェクトで収録曲ダンシング・オン・イヤー。 グレーブにちなみ、結成メンバーのマックス・カバレラが名付けた。かつて、創設者マックスとイゴールは長年にわたって確執があり、マックスが1996年にセパルトゥラを脱退してから10年近くかを合わせることすらなかった。しかし、2007年にカバレラ・コンスピラシーというプロジェクトを共に立ち上げ、兄弟での音楽活動を再開している。ありがとうございます。